カンボジアの、プノンペンに来ています。こちらの塔がですね、フランスから独立した独立記念塔になりますね。トゥクトゥクでですね、移動しています。ここはナイトマーケットってところですね。で、今日はですね、ボートツアーに参加したいなと思って、チョムカスネアって感じですのボートツアーですねに参加します。チケットがですね、1人5ドルですね。現地の人は1ドルちょっとぐらいらしいんですけども、チケットを買ってですね入ります。こちらがタイタニックっていうレストランですね。真横にレストランがあって、あそこにね停泊してる船に乗ってねクルーズ行ってきます。まあ、夜もやってるんですが、だいたい30分に1本ぐらいの間隔で、船が出てますね。で、下に行くとですね、降りて後にですね乗り場があります。まあ、結構ねカンボジア犬とかもねちょっと話がなってたりして、ちょっと怖い感じもするんですけども、まあなんか可愛い犬がねポチポチ歩いててね、この犬もなんか船に乗り込んでましたね。で、横に柵があるんですけど、柵が全くないところもあるんで、気をつけてね行っていただければなと思います。で、中にね売店があるんで、まあ、こちらでねお水とかを買って中にね持っていけます。だいたい1ドルで3本ぐらい買えるかな、2本か3本ぐらい買えると思いますね。はい、ね、値段的には安いですね。で、中が入るとですね、2階建てになってて、上からですね見るとですね、風が当たってね非常に気持ちいいです。カンボジアは結構気温が高いんで、38度からぐらいですねはあるので、非常にいいですね。こう乗るとですね、景色もいいんですけど、まあ、風が当たって非常に気持ちいいです。そろそろですね出港になる感じです。出発します。で、出発しました。そうすると、ね、他の船もねいろいろあるんですけど、なんかこれはなんかベトナムから来てるね船だとか言ってましたね。ホテルがあるんですね。大きいホテルがあったりとか、リバーサイドからこうやって王宮ですね、王宮なんかも見えてですね、非常に景色がいいです。このクルーズが、最終が7時半から、夜の7時半が最終で、だいたいね1回お昼が45分のツアーと、夜になってくると40分のツアーになるんですね。はい、ですが、まあ、大体30分おきに、ね、動いてるみたいなね、多分2艇あってそれで回してるんだと思うんですね。なんか乗ってるとこういったね車を運んでる船とかね、そういったのもあってね、結構面白いなと思いました。あとね、これでね大きい船と小さい船がねぶつかるんじゃねえかってぐらいね近距離で走ってるんでね、なんか不思議な感じがしましたね。はい、これは何なんですかね。なんか中にね島みたいなのがあるんですよね。陸が続いてないらしいんですけど、そこにね結構有名なホテルがボンってあって、そこのなんかスカイバーもね非常にいいっていう、ね、噂を聞いたんですけども、あ、これですね。このホテルね、ちょっと名前忘れちゃったんですけども、カンボジアのねホテルで検索するとあると思います。まあ、こうやってねリバーサイドね、これメコン川っていうのかな、メコン川も通ってるんですけど、はい、もうこれで最後ですね。で、また次乗る人がねすごい並んでますね。はい、なのでぜひですね来たら一回行ってみてください。